牧村秀幸役安藤正信。いやもうでも本当にガンアクションだったりとか、まあその体を張ったアクションっていうのは良平はもうその前編通してすごかったんで、そこはちょっとまあ僕のシーンではないけど、まあそれをその主演としてまああれを全部見せたっていうのはすごいなと思いました。はいはい、この香里の兄であり亮の親友でスイーパー家業の相棒を演じられた、このキャラクターをどのように捉えて演じられました？そうですね、僕はこの原作とあとやっぱアニメーションは子供の時に見てたんですけど、その何ですかね、全ての作品を、原作読んでたわけではなかったんで、もう本当に現場に入って牧村っていうそのキャラクターだったりとか、そこをものすごく細かく良平に何ですかね、伝えてもらいながらこう演じてたっていうか、それはありますね。良平にものすごい助けられました。全てその原作のもの、キャラクター一人一人すごく細かくディテールを研究してたんで、撮影の合間に抜けてきてくださって大丈夫です、あもう紗栄子ですって太鼓判をしてくださったので、まあ、カメラの前に立てたなっていうのはあります。ありがとう。特に紗栄子と牧村の関係っていうのはあまり今回は深いところまでは描いてないので、その辺をこう持ってお二人が演じていただけたのが僕はファンとしてもすごく嬉しかったです。またファンの人は期待も膨らみますよね。